やはは、雑草でございます。今回ご紹介するのは、ダイソーのクッキーでございます。マカダミアナッツとチョコチップ入りのクッキーで、8枚入りで100円となっております。約100円になっております。味の方は、まあ固めのクッキーでマカダミアナッツの粒々が結構大きいのが入っております。あとチョコチップ、クッキー自体の甘さは少しかなり薄いと言いますか、そのおかげでマカダミアナッツの食感だとかその味みたいなのが分かりやすくなっております。チョコチップに関してはちょっとあんま感じられないですね。個人的にはちょっとこういうクッキーよりはまあもっと単純な味の方が好きですね。お前が一番単純だよ。悪くはないですが、まあ、好きでもないって言ったような感じです。自分は。まあ好きな人は好きなんでしょう。こういうのはね、まあ、いろんな味覚の人がいますので、それは全然、自分の味覚はちょっと、信用に、足らないので笑い事じゃねえ。そういったような感じでございます。ただ、その100円で8枚、というと、やはり、その今まで紹介してきた通り、なんか業務スーパーだとか、まあ他のダイソー食品だとか、まあ他のスーパーでも結構似たような値段で、それぐらいの枚数入ってる美味しいクッキーがあるので、ちょっと、その辺はちょっとどうかなっていうような感じはします。ただ、まあ、オリジナリティがあるんじゃないでしょうか、多分。まあ、適当なこと言ってます。すいません。褒めるところがね、そのね、やっぱ自分が好きな、美味しいと思える商品ではない。まあ、まずくはないんです。言ったように。ただ、ね、他のクッキー、今まで紹介してきた他のクッキーの方が、まあ自分としては好きかなっていう感じはします。ので、次回からのリピートは僕はないですね。この商品に関しては。まあ他の、あれで紹介、した、あのな、マジックフレーク。あれもめっちゃうまいですね。ダイソー。で、買うとしたらあれですね。まあ、基本は。他のやつ言ってんじゃねえよって。クッキーの紹介しろよって。まあ、クッキーね、もう何も言うことねえの。いや、すいません、次回はもっとちゃんとしたレビューをしたいと思います。失礼いたします。